大活躍した歴史上の女性偉人たち、日本史編。初の女性天皇、推古天皇。皆の者、今日からはこの方、先々代の帝のお妃様が帝となられる。よいな。女性の帝か。自分の名誉帝に。これで蘇我氏の政治は安泰だな。さらに、これからは馬宿の王子様を摂政とする。593年、推古天皇の甥で馬子の娘婿でもある聖徳太子が摂政の座につくことになった。摂政とは、天皇が幼い時または女性の時にその仕事を代わりに行う役職である。では帝、皆に今後の方針を。うむ、皆の者、よく聞くのじゃ。女でありながら帝となった我が身だが、後世に対して恥ずかしいことはいたしませぬ。これからはますます仏教を重んじるように。しかし、古来の神々のお祭りも続けなさい。よいな。こうして推古天皇のもと、聖徳太子と蘇我の馬子による政治が始まった。その頃、海の向こうの朝鮮半島では百済、高句麗、新羅の争いに大国の隋も絡み、緊張が続いていた。帝、我が国もこのままのんびりとはしておれません。海の向こうの国々と渡り合えるよう、国の仕組みを整えて国力をつけるべきかと。うむ、それで他国と渡り合える国家にするにはどうすればいいと思うのじゃ。はい、まずは隋のような政治制度、仕組みを整えるべきかと考えます。隋では皇帝を中心として国づくりがされているとのこと。地位なども家柄や身分ではなく才能によって決められるそうです。家柄ではなく才能。確かにそれは良いやり方ですが、具体的には。では12の位を作って、能力や手柄によって出世できるようにしてはどうでしょう。位ごとに冠と服の色を決めるのもいいかもしれません。そうすればやる気も高まるでしょう。なるほど、そうすれば朝廷での上下の関係もはっきりしますね。どう思う、馬子。そうですね、とても素晴らしい考えだ。ぜひやりましょう。私も手伝いますぞ。ありがとうございます、馬子殿。これが実現すれば、より強い国ができましょう。こうして聖徳太子たちは新しい制度の準備を進めた。しかし、皇族や蘇我氏などには官位が授けられなかった。彼らは官位を超えた存在として制度の対象外であったのだ。607年。おお、イカルガ、奈良県法隆寺。素晴らしい寺を建てたな、王子。馬子の建てた飛鳥寺にも負けぬ立派さじゃ。しかし、イカルガに住まいを移したと聞いたときは驚いたぞ。馬子と離れるためか。あまり心配しすぎるでない。17条の憲法は仏教や儒教を取り入れた素晴らしいものであった。馬子も国を思う気持ちは同じ。いつかは分かり合えよう。そうじゃ、それより今度隋に使いを送る予定だったな。はい、小野妹子を遣隋使として送ることにしました。おお、あの者なら優秀だから安心だな。ええ、そうか、妹子か。小野妹子はもともと地方出身で身分も低かったはず。それを登用できたのも王子が官位12階を定めていたおかげ。優れた者が優れた者を集め、そしてまた新たな知識を集めてくる。頼もしいことじゃ。そして同年、頼むぞ妹子、必ずこの国書を隋の皇帝に渡し、よろしく伝えてくれ。はい、必ず王子様の期待に応える結果を持ち帰ります。こうして妹子は隋へ渡り、皇帝に謁見した。お前が我国より参ったという使いの者か。はい、祖国より国書を預かってまいりました。
非いずるところの天使、小非没するところの天使に至す。意味、日が昇る国の王から日が沈む国の王へ文書を差し上げます。一島国が天使だと？私と対等になった気か？いえ、決してそんな意味は。その上、日が沈む国とは何たる無礼か。申し訳ありません。聖徳太子の送った手紙は煬帝の怒りを買ったが、煬帝様、これから高句麗を攻めるのに今日本と争うのは得策ではありません。返事を書こう。その後、帰国した妹子は留学生の高婿の黒丸や明を伴って再び中国に渡り、最終的に外交官としての功績が評価され、官位十二階の最高位である大徳まで昇進した。隋で学んだ知識を生かしてこの国のために力を尽くします。妹子のおかげでこの国はまだまだ栄えそうじゃな。はい、仏教に従った正しい政治を行い、天皇や役人それぞれの在り方を皆が守り、能力のある者が活躍の場を広げれば、この国はますます豊かになるでしょう。必ず。聖徳太子は官位十二階や十七条の憲法など役人の制度や心得を決めたり、隋との対等な外交に力を入れたりと、天皇を中心とする新しい国家を作ろうとした。しかし、支配階級である蘇我氏などの大豪族の力を弱めることはできなかった。センスあふれる随筆文学、枕草子を記した清少納言。内裏の奥には後宮があった。そこには東宮、皇太子のほか、中宮、明後、皇位、宮安所など天皇の妃たちが暮らし、それぞれが天皇の寵愛を受けようと競い合っていた。やあ、中宮様のご機嫌はいかがかな。これちか様。羽生様、ようおいでになりました。聞いたよ、清少納言の噂。忠信殿をやり込めたそうだね。そうなんです、忠信様の手紙への清少納言の返事と言ったら。もうおやめくださいませ、恥ずかしゅうございます。清少納言は枕草子を書いた女流文学者で、この時中宮定子の女房だった。春はあけぼので始まる枕草子の文章は、優れた感性で自然の美しさや人生の面白さを記している。私はただ忠信様のお使いが早く早くとせかすので、思いつくままにお返事しただけですわ。忠信様からの文？はい、今すぐお返事をとのことです。乱世の花の時、緊張のもと、この下の句は何でしょう。漢詩の知識を試そうというのね。答えるのは簡単だけど、女が知識をひきらかして見えるのも良くないわね。草のいおりを誰か尋ねん。なんという返事だ。藤原の金刀の句を踏まえて下の句を答えると。しかもこの文字は火鉢の炭で書いたのか。時間がなくても炭で書けば筆跡の乱れが気にならぬ。清少納言、すごい才能の持ち主だ。あなたのような才女が亭主に仕えてくれるのは嬉しい限りだ。もったいないお言葉でございます。奇跡の長編小説源氏物語を生んだ紫式部。藤原のため時の娘、紫式部の家。はあ、これが最後の紙。お金がなくてもう紙も炭も買えない。夫は死んでしまったし、一人で娘を育てるのも疲れた。理想の貴公子の物語を書いている時だけが幸せなのに、これでは続きが書けない。奥様、道長様のお使いが。え、宮塚へ？私が？左大臣道長様のご息女彰子様が才能のある女房を探しているのです。はあ、
私に務まるかどうか。人と付き合うのは苦手で。そこをなんとか。彰子様もあなたの源氏物語が大好きでいらっしゃって、きっと続きをお望みになることでしょう。わかりました。彰子様にお使いいたします。これで物語の続きが書ける。本日よりお使いいたします。紫式部とお呼びください。あなたが源氏物語をお書きになっているのね。私も大好きよ。源氏物語は架空の天皇、桐壺の帝の王子光源氏とその子薫の生涯を描く長編小説である。華やかな宮廷の様子や恋愛物語だけでなく、人間の内面の描写が多くの人々の心を捉え、この当時まだ未完成ながらすでに人気の物語となっていた。あなたが新しく来た女房だね。中宮はまだお年も若い。あなたからもいろいろ教えて差し上げてください。藤原の道長様、まるで私が書いた光源氏のような方。紫式部は彰子に仕える間に紫式部日記も書き、道長をはじめとする宮廷の人々や出来事を後世に伝えた。応仁の乱の引き金を引いた日野富子。1449年第8代将軍足利義政誕生。14歳になってやっと正式に将軍になった。祖父義満がしたような素晴らしい政治をするぞ。幕府や将軍の権威を取り戻すのだ。ところが10年後、財政を立て直し国を豊かにし治めるには。待って、政治のことは我々にお任せくだされ。まあまあ上様。先の飢饉についてだが、流行り病で多くの村が困っているのだ。また私だけ話に加われない。各地で守護の後継者争いが多発しているらしいな。政治のことは我々で決めますのでご安心を。将軍といっても名ばかり。実権を握っているのは山梨や細川氏などだ。そんな時。お役人でございます。なんということだ我が子よ。初めての男の子が。大変でございます上様。元気を出すんだ富子。全国で飢饉が相次いでおり、困った農民たちによる土一揆が各地で起こっているようです。ああ、現実は辛く悲しいことばかり。忘れるために酒宴じゃ。飲め飲め。飢饉対策もそっちのけで。最近の上様と来たら茶の湯、生け花、猿楽も良いな。文化的なものに夢中になる義政。富子様、義政様を何とかしてくださいませ。土一揆は各地で次々起こっていますし、幕府の財政も行き詰まっています。困りましたね。とにかくお金がなくては。富子様、富子様、富子様。仕方がありません。わらわが上様の代わりに皆の話を聞きましょう。こうして富子は少しずつ政治に関わるようになっていった。富子様、また贈り物が届きました。贈り物だけでなく、米やお金も大量に貢いでくれる大名は幕府にとってありがたい存在。多く納めた者は良い扱いをするように。ははあ。さらに富子は関所を通る際の通行料を取ったり、大名に高利でお金を貸したりして大きな富を得た。義政の屋敷。殿、政治からお逃げになっては困ります。あなたのご先祖が開いた室町幕府ではないですか。富子、私に政治は向いていない。このように度重なるお前の説教ももう嫌だ。お前こそ氷菓子や米の売り買いなどでお金を儲けて
政務に熱心だな。私の代わりに将軍になったらどうだ。何をおっしゃるんですか。私は隠居してのんびりと過ごしたい。後継ぎは出家した弟の義人に頼もう。後日。どうじゃ弟よ、還俗して次の将軍になってくれぬか。お断り申し上げます。兄上もまだお若いではないですか。それに今後兄上にお世継ぎの男児がお生まれになったら私はどうなるのです。そのことは心配いたすな。もし男児が生まれてもすぐ出家させてしまおう。それは。わかりました。還俗いたします。よし、わしの養子となって後を継いでくれ。こうしてついに義人は断りきれず還俗して義政の養子となり義美と改名した。しかし義美が次期将軍として準備を始めた翌1465年のこと、富子が男の子を産んだと。あ、そうなるとこの子が正式な将軍の後継ぎであるゆえ、申し訳ないのだが義美殿には僧侶に戻ってもらいたいのじゃ。そんな、私は仏の道を捨て兄上に頼まれて次期将軍候補となった身。それを今さら子供が生まれたからとなかったことにされては困る。約束したでしょう。兄上、何か言ってください。困ったなあ。よしみに一度お願いしたのだからよしみに継がせたいし、とはいえ私の子供にも継がせてやりたいし。よしまさ殿、はっきりとお決めください。殿、うん、ちょっと長杖。あの人は本当に将軍か。このままこじれると戦になるだろうが、よしみの後ろには細川氏がついている。こちらも味方を探さねば。やっと生まれた大事な後継ぎ、お前は必ず母が将軍にします。そして富子は有力な大名である山名持豊宗禅を味方につけた。一方よしみはこちらも有力な大名細川勝元と手を組み、富子に対抗するため兵を集めた。両軍は京の東西に本陣を置いたため細川軍は東軍、山名軍は西軍と呼ばれた。これは義美様につく。我が家の後継ぎ問題も一緒に片付けよ。両軍にはさらに守護大名たちがそれぞれの思惑で加わった。将軍後継者争い、幕府内勢力争い、跡継ぎ争い、有力守護の争い。1467年、11年にも及ぶ応仁の乱が始まった。続きは日本の歴史第2巻、3巻、7巻をチェック。試し読みもたくさん。日本の歴史公式サイトは右下をチェック。